本日もヘアメイクをしていない動画となるので、オープニングくらいはアプリで行かせてください。1月に撮った動画を使うんですけれども、この今のコメントは4月に撮っていて、この後すぐ編集しようと思っているんですけれども、本編といいますか企画といいますか、今日のみそのチャンネルは、新型コロナウイルスで皆様大変ではありますけれども、最近お買い物をして家族の分まで買ったら買い占めという風になってまして、そこで思ったんですけれども、ってことはみそのも飲み物を絶対買い占めてるって思われてるだろうな、コンビニの店員さんにって思ったんですよ。1日に1回は飲み物を買いに行ってるんですけれども、みそのすけも買い占めてると思われたら嫌だなと思いまして、もしかしたら勘違いしている方もいらっしゃるかもしれないので、誤解を解いておきたくて動画を出そうと思いました。まあ、みそのは声でバレたり、コンビニ、スーパー、ドラッグストアで自意識過剰ですが、帽子にマスクで下向いて喋んないっていう状況でもこうやって覗かれてやられたことがあるぐらい気づかれやすい。のすけにレジお願いしたり、でものすけも最近声をかけていただけるようになったので、自動販売機で飲み物を買うしかないなっていうのと、あとネットで買えばいいじゃんって思うと思うんですけど、商品を受け取る時とかお金を払う時にみそのさんですよねって言われてしまったりとか、タクシー乗ってても降りる時にみそのさんですよね、ここ住んでんですかってなってしまったり、怖いなと思って。宅配の人もね、今この時期は大変だと思うので、あまりネットで買わない方がいいのかなと。まあ、過去にも早飲みという企画の動画をやったりとかで、もう一つはみそぬの飲む量と速さがすごいんですよ。コメント欄をちょっとこれを機に読んでいきたいんですけれども、まあ合間合間飲んでたらびっくりされたので、その日飲んでるシーンをちょっとまとめてみようかなと。でみそのは本当1時間でこれくらい飲みますっていうのを出しておこうかなと。
コメント返しをするのは初めてなんですけれども、まあ、基本的には歌に関するコメントばっかりなんですけど、その中でも一気飲みすげー気持ちいいくらい一気飲み、あられちゃんありがとうございます。流星山本くん、短時間で飲み物を大量に飲まれてますがお体は大丈夫ですか？何もなければいいのですが少し心配しました、涙。でも逆に飲まなかったらもっと声枯れてって、もっとガッサガサっていうかガラガラの声で歌うことになってたんで、あれくらい必要なんですよ。まあ、寝起きだったっていうのもありますけどね、目覚めの一杯的な。あ、ちょっとこれ全然関係ないけど、キミタン、みそのちゃんとは高校一緒やで、京都の方、今はすごい学校に。で、ゆう、ゆうって子が、みーも高校行ってへんで、中卒やで、中学卒業してすぐ沖縄グタースクールに通ってデビューやで、てんてんてん。そうなんですよ、ウィキペディアでも高校中退みたいなの書かれてるんですけれども、沖縄アクターズスクールに通ってた皆様に聞いてください。中学卒業してすぐに受験もせずに沖縄に行き、寮に住みながら1年間沖縄アクターズスクールに通っていたので、学祭でのライブがすごい楽しかったですね。コメント欄でこうやり取りとかしてくれてんすね。1マフ全部飲み干すやん W わら来ました。 W わらコナちゃん痩せたって来たけど、体調不良なんで運動ができてないのと、昔はねプールとかジム通ってたんですけれども、今はトレーニングにも行けない状況なので、新型コロナウイルスがこんなに大変になる前は海外行きまくってたんで痩せてはないですね。はい、来ました。みーにゃ全部の一気飲み最高、わら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 。みそのちゃんの声、笑顔、笑い方本当大好きです。え、みんな一気しないの逆にっていう。35に見えないくらいいい顔大好き、じゃらん。横顔しか映ってない動画化粧を褒めてくれてる人もいるんだね。これなんて読むの。真実の真にた、幸せに村。化粧素敵です。アイメイクと口紅の色素敵です。髪の毛も紫混じってて色合い綺麗です。何歳になっても綺麗で可愛くて憧れの女性です。化粧はねアプリなんですよね。髪は基本カツラです。音声が低いびっくりマーク鼻414赤すりさん鼻鼻なんで鼻。あのまたたび性のまたたきにまばたきたまにむささみすごい早口言葉めっちゃ飲むやんできてますね。そうやね、ほんまにめっちゃ飲むんですよ。なので皆さんめちゃくちゃ褒めてくれてますが、みそのは全然すごくなくて、他のアーティストさんとかだと2時間ツアー土日一切飲み物を飲まず歌って踊られてるじゃないですか。でさらに飲むとしてもこうちょっと、まあ、潤す湿らす程度で、しかもストローとかじゃないですか。みそののライブイベントは1曲ごとに後ろ行って飲むみたいな、5分で1本あげる時もあるし、トイレに行きたくなってライブイベント中にちょっと待っててって言ってトイレに行ったことも多々ありますし、寝てる時も何回も起きてトイレ行くし、マッサージ1時間とかあるともう何回もトイレに行くし、あれこんだけだっけな、もしかしたらその本人が削除したか別の動画のコメント欄に来てたメッセージかもしれませんが、それこそ心配をしてくださってて、こんなにフルーツとか野菜のジュースばっかり飲んでたら逆に体に良くないんじゃないですかみたいな、水とか白湯とか飲んだ方がいいんじゃないですかって言ってきてくださった人がいたんですけれども、今見当たらないですけど言っとかなきゃと思ったんですけど、まずみそのは冷蔵庫に飲み物を入れないんですよ。だから基本常温で飲んでます。それは平熱が35度しかなくて低体温で低血圧なので、コンビニに行ってもまず温かいコーナーでお茶を買います。水は確かに飲まないですね。でも水の中に炭を入れたりとかビタミンを入れたりとかアミノ酸を入れたりとか、水のペットボトルの中にモリンガを入れて飲んだりとかもしています。撮影をしていた日ももちろんお茶系も飲んでます。あれだけではありません。